ですからそのゆえは我ら主上を資する、これ5問ですね。そのゆえは我ら主上を資するとき塔婆を立て開眼供養するは死の成仏にして草木成仏なりと、この今回やりたかったこの草花に対してしっかり言ってきたい御所がまさにここでございますよ。そのゆえは我ら主上を資するとき塔婆を立て開眼供養するは死の成仏にして草木成仏なりと仰せですと。亡くなるまではお題目を唱えられるけれども、なんだよ、なんだよ、修行できるんですよ。自分で足りないなと思ったら、あるいは苦しいなと思えば、その金がないとか何とかって言ったって、あ、そうだ、新人頑張ろうってできるじゃん、生きてればね。これは有情ですよね。心があればできる、心が肉体を支配してるからできる。ところがですよ、この完全に亡くなってしまうと自分ではお題目を唱えられなくなって、そりゃそうですよ経過、そりゃそうですよね。死体が題目唱えたらびっくりするよな。これは死んでないってことですから。でもね、前住の体験であるんですよ。もう本当にお葬式、お通夜まで行って、そして棺桶にちゃんと収まえて、でみんなもそのあーって言って通ってた時にガタッて言って蓋が動いて本当に言い返しちゃったってことがあるんだって。もうギャーってみんな本堂がみんな隅の方に固まって、でガタンって、こういうケースもあるんですよね。言い返ってきちゃった、まあ、死んでなかったってことですよ。当時昔の話だからさ、本当に極限のこの仮死状態っていうか、いわゆるあの三途の川見てきたような、あのなんつうの、臨死体験ってやつ、そういうその判定が甘かったってことでしょ。でもこの信心の世界になるとわからないよね。そのもっと本当に死んだかもしれないんだ。で一時は死亡判定が下されて、誰が見てもこれは死んだんだけども、そこにやっぱり深いこの因縁があって生き返って蘇生しちゃったかもしれないし、でもそれは前住がまさに自分で体験した、でお経と同じさんだから住職がその時に僕どうして一回困っちゃってさって書いてインドを送ろうと思ってたお経唱えたらその顔に会えちゃってさって、どうしていいか分かんないからずっと唱えてたって言ってた。俺は次回に体験したことですからね。そういうケースもあるけどさ、だから芸家のおっしゃる通り、死んだら題目は唱えられないんですと、ね、自分では題目、でもここですよ、自分では、これが大事なんですね。死んでしまうと自分ではお題目と唱えられなくなってしまうけどもってことですよ。信心をしている人でもそうですと。あ、そうですよね。信心をしてない人はなおいろいろな過去の業によって心が苦しむのですと。だから今今日あたり新宿でね、こうお酒飲んでる、いいよね、それはいいですよ。でもいけないんです、そんなことやってたんじゃもう後がないんです我々は。でそういう人たちに向かってもね、やっぱりこういう心を持って釈服をしていくべきなんですよ。やっぱり今そうしててはね、そうしても今は楽しいかもしれない、本当に楽しいったってね、結局はね、どっかでその苦しみがセットなんだよ。この主情、我々のこの信心のない楽しみっていうのは必ず飲んでいけば体が悪くなる。それから、なんだ、女のそのちょっとこっち側のほら二丁目とかそっちの方に入れ込むと、この金がなくなってくる、変なのにちょっと捕まっちゃって、あらお久しぶりねなんて言われてさ、もうどこが遊びに浮気してんのよ社長とか言って、いや鼻の下伸ばすとこれどうにも分かんないんだけど、こういうことエミちゃんとか言って、そうやってやってると今度金がなくなる、分かって、どうやって必ず何か不幸の要素をはらんでる楽しみなんです。世間の楽しみっていうのはこの 100% 楽しい、その楽しみが元になってもっと楽しくなるっていうものはこの信心しかないですね。結構いろんな老いたもしてきたから分かります。なので本当のこのまさに有楽、まさにこれですよ、有楽はなきなりって、これだよね。なまあ本当にそうだな、御所ってはただ我ら主上ね、この南明法蓮華経を唱えるほか有楽はなきなりと、我も唱え他を娘のみこそ根性忍界の思い出なるべきとか、本当にそうですよ。一点のこのね不安の要素がないんです、この南無妙法蓮華経の修行における喜びっていうものはね。
で、まあ、そういう意味でこの死んだ時にはいろんな業、ね、信心をしてない人はなおいろいろな過去の業によって心は苦しむんだと。そのさっきのあれがまさにそう、もう火葬場の炎からしてそうなんだから。でいくら苦しんでいてもそれを自分では何ともすることができない。これが哀れだよね。生きてる人より哀れですよ。まだこの憂さを晴らせるじゃん、生きてれば。信心してなくて苦しいとかいろいろ言ったって、まあ何かでこう寒かったら服を着るとか、死んだら寒いっぱなしなんだから、暑いったら暑いっぱなし、今みたいな、それができないってことだよね、死んだらこれダラ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 ってそれが死んだ世界ですよ。まあ激しく息を荒立ててくどうか知りませんけど、要するに心はそうなるってこと。それが発汗地獄だとか、あの消熱地獄ってそういうことですよ。そのままを受ける。で抵抗できない。それから痛いって言ってこう、これもできない。うっっていうのは少しはなんとかなるけど、うっくてうーってこう。やられっぱなしってことだよね。刺された、刺されっぱなし、ズブッてそういう、それ笑い事じゃないんだけど、おかしいんだけどさ、でも本当にありがたいなと思うわけ。そうならなくて済むんだと思えばありがたいじゃないですか。我々はそうならなくて済むんだ、そうならなきゃならない人はかわいそうだと。そこなんだよ、着服するその動機っていうのは。かわいそうなんだと。死んだ時に自分で何ともすることができない。その場合は肉体が残っておりますから、ああ酷だ、これ本当に酷だ。その場合は肉体が残っておりますから、その肉体の意味において共通する上の草木によって陶場を建て、あそうか、いい意味でおっしゃってるんですね。これびっくりしちゃったよね。だから肉体だけが残ってるから、もう本当ある意味そこはもう苦しみっぱなしだってことですよ。でもだから逆に考えると、肉体が残ってるって意味は、これはちょっと誤解しないでね、その死んだら肉体は24時間後には焼かれちゃうわけですよ。でも芸家のおっしゃるこの肉体って意味は、要は非常として、つまり心のない無機質としてちゃんとこの残ってるんだよって意味だよ。わかる？地水火風、まあわかりやすく言えば焼くだろ。そうすると死体はもうなくなるじゃん。でも骨になるじゃん。まず骨になって、焼いた時に今度はあの炭になってんだよね。であれはほらこう吐いて捨てちゃうけどさしょうがないよね、あれ。こうやって、ではあのよろしいでしょうかって言って、で重だったのは入れるけど、あとはうん、こうやって はけちゃうわけよ。でもこれもこれもあれなのよ、個人だよ、個人の一部じゃん、全部なんだから。で今度はその釜にいた時にどうなったかって言ったら、まず焼き出した時にあんまりリアルなと言ってもあれだけども、まあとにかく水蒸気が出るよね、焼くんだから。魚焼いてみれば分かるじゃん、こう湯気、まず湯気が立って煙が立って、ってあれ全部個人の一部だから。そしてエネルギーになるわけだろ、焼いて熱いってことは、熱いエネルギーがこう空間に浮かんで、で溶け込むわけだよ、この大気に。溶け込んだからったっていなくなったわけないんだよ、その熱いっていうのは。熱いのもだんだん冷めてくだけでさ、熱くなってた元は溶け込ん、ただ広拡散していっただけで、どっかにはいるわけだろ。それを全部含めてのゲーガのおっしゃってるその肉体っていう意味なんです。全部含め、そうしなきゃゲーガ何言ってんだって話になっちゃうじゃん。肉体が残ってませんよゲーガって。そういう意味じゃないんだよ。非常として、非常の心がない、そういう無機質として肺だとか骨だとか、水蒸気だとか、そういうものに変わってでも残っておりますから、この宇宙崩壊に必ず残っているから、だからその肉体の意味において共通する。今度はこれがご訪問として大事な。そうすると、そうさっきから言ってるように、草木というのも非常というのも同じですねって言ってたでしょ。草木も非常のうちの一部なんですね。そうすると肉体も死んだらそのまんまこの非常として宇宙空間に溶け込んじゃうんだから、その代表として草木を持ってくるわけよ。草木っていうのは木だな、木とか草で、特に木をも用いるってことなんです。でその草木によって陶場を建てる。その同じ空間に溶け込んだっていうことは、どこに溶け込んだかわからないから、
あまりにも広く広がりすぎちゃってね。だから代表としてこのオトーバというもの、木、同じ性質、同じ仲間だから、死んだ肉体と同じ仲間だから、この木を持ってきて代表としてそこに個人の代表として立てるわけですよ。拡散しちゃった個人の。そしてただ木だけじゃダメなんだよ。そのただ木だったらただの木なんだ、本当にただの木。でもそのそこへそのトーバをも、トーバを持って名前の上に妙法蓮華経と書き、これが重要だってことですね。そのただの板だったものに日蓮召集の正しい妙法蓮華経だよ。自分がお習字みたいに書いてダメなんだよ。日蓮召集のその宗門でちゃんと書いてもらった妙法蓮華経、それかあるいはご宗門で書くことを許された方、ご住職ですよ、それとあのお諸家様ね、この方々が妙法蓮華経と書いて、そしてその、 あの個人の名前をその下に書いて、それは俗名であれ戒名であれ、それはまあこの場合は許されるわけですね。そのことにはまだそれ、まあ、まあそれによってここにその個人を代表した草木非常であるってことが現れてくるわけです。そしてその妙法蓮華経の功徳をもって仏の心を開くわけですと。ここはもう芸家ははっきり仰せになってませんけども、まさに御門にはっきりしてますね。討伐を立て、そのゆえは我ら主張しするとき、死んじゃったら拡散しちゃうから、それを討伐を立て、そしてそこに名前を書いて、その上に妙法蓮華経と書いて、そして戒厳供養するわって。誰かが戒厳供養してるんです。しなきゃダメだってことなんですね。戒厳供養したことによってっていう括弧がここにあるわけよ、芸家のその御説法の中に。仏の心を開くわけですと。そのただの板だったものがまさにそこに個人の命として、死んだ命としてそのまま仏の心として開くことができるんだと。あ、これはね、本当の親孝行じゃないですか。これね、これに勝る親孝行はないですよ。もう生前何を城一つ買ってやったって、この討伐供養一本にも、なんていうの、追いつかない、そういう尊い功徳があるんですね。それがね、これはありがたいじゃないですかね。私たちだけしかできないんだからさ、この妙法蓮華経を保った人たちしかできない。できない人はかわいそうだよ。だからどんなにお父さんお母さん、亡くなったお父さんお母さんを忍んでみたって、そして一生懸命お墓参りにね、誰よりもこの明かさず行ったとしたってさ、個人は喜んでない、届かない、その心が。やっぱりそこに妙法蓮華経っていうね、正しいお塔を立てて、しかも日蓮召集の今朝衣をつけたご住職に戒厳供養していただいて、初めてお父さんお母さんにその心が届くわけですよ。だからね、やっぱりそういう点からも釈服をしてあげなきゃいけない。で、そのさっき言おうとしたのはそこなんですね。人間として本当に尊い心を味わえるよっていうのはその時ですよ。自分の親、自分の先祖に本当に自分が親孝行できたんだなとっていうふうに実感できた時、これがね、まさに人間として人間になった時なんですね。それを知らない時はただの畜生なんです。人間の皮をかぶった畜生。なぜだったら恩知らずだから。恩、自分は天から降ったもんでもなければ力湧いたもんでもないわけで、その近いところはお父さんお母さん、その次はおじいちゃんおばあちゃん、そしてずっと次第していってご先祖様がずっと知らない、顔も知らない、何にも知らないけども、そういう脈々と一つの流れがある中で、一つどころかこうやって開いていくわけだからね。だから無限大に開くんだよ。おじいちゃんが、おじいちゃんおばあちゃんが一人ずつ、二人ずついるじゃん。そのお父さんお母さんが二人ずついてっていうふうになっていくと、これ逆にすごいことなんだよね。ほとんど一切主情の恩を持って我々はここに一人いるわけだよ。のことは、この正しいその全ての人たちに対しての、亡くなった人たちに対しての恩を返せない人間っていうのは人間の皮をかぶった畜生なんですと。それはそういうような意味の言葉を仏様がおっしゃってるよね。畜生、恩を返せないものは畜生なんだと。畜生すら恩返しするって書いてあるもんな。畜生すら恩っていうものを感じている動物もいると。ましてやいな人輪をよと。
その人倫であるのに、その恩を忘れ、親の恩を忘れ、おじいちゃんおばあちゃんの恩を忘れっていうね。いやそんなことない、私は恩を感じてるよって言ったって、形として親を救えなかったら、その肉体だけになっちゃって、崩壊にあまねえた非情となって、その崩壊の苦しみをダイレクトに受けている、直接避けることもできずに、かわすこともできずに受けてる、その先祖の皆さんを形として救うことしなかったら、やっぱりそれは口だけで自分はわがまま言ってますよって言ったって、ああふっとこうちょっと入ってるのでやったんじゃダメなわけですね。どんなに綺麗なあの花を生けたって自分の気持ちがただ納得してるだけでね、そんなのはその手前味噌な納得の仕方で、そもそもそのお墓参りの道理とか、それからお墓を建てるっていう道理は一体誰が考え出したかって考えればいいじゃんね。仏様が考え出したんだから、そうすると仏様が言った通りの方法でやらなきゃダメだってことですよ。お医者さんがいて、お医者さんがこういう処方で治しなさいよって言ったら、その処方で自分の薬を飲むとか生活習慣を改めなかったら病は治らない。今の一般の宗教界では全部そこが分かんなくなっちゃってるわけだ。何のためにお墓がああいうあの石の石碑が何立ってるかっていうのは、あれはまさに非常のあの草木成仏の非常成仏の現れなんですね。それを石で刻んだってことですよ。だから原理とすれば、やはりそこに妙法蓮華経と刻んで、そしてそれを開眼供養していただかなかったら何にもならないのね。ただの漬物石より悪いよね。恥骨を起こってギューって、あれは今度恥骨をこの圧力で苦しめてるって意味なんだ。今度そういう見方からすれば、長州で妙法蓮華経ってこういうふうに開眼供養してもらえれば、あの何百キロもある石がそのままこの個人の安心立命のこの拠り所となるけれども、今度は多聞流誤った宗教でやってる人たちは、あれがまさに個人をぐーってこう押し付けてる、隙間なく押し付けてるこの苦しみになってるわけですね。そういうことは言えますよ、さっきの炎の例えから言っても。そういうことをね、やっぱりみんな知らないで生きてる、考えもしないで生きてる。だからその虚しさっていうものは、その尊い心を味わわなければわからないんだよね。その俺は十分今幸せだよって肩ひじ張って、お前余計のお世話だと、俺は十分お前より金あるよって言われても、こっちは動じる必要はないんです。そんな問題じゃないんですと。本当に尊い心というものはね、そのね、そんなすさんだことにはならない。今のあなたの楽しさは必ず後々すさんできますと。昔に比べれば、だいたい小学生の心から比べればだいたいみんなすさんでるよね。小学校5、6年、まあ3、4年、5、6年ぐらいまでがねピークですよ、命のこの綺麗さといったら。あとどんどん、まあ、最近の子供たちはわからないけどね、随分小学校でもあのすさんな心ねでなんか学級崩壊してますけどもね、あの徹底的に一人の人を自殺に追い込むくらいいじめるとかさ、あんなの俺もいじめっ子だったけどさ、自殺にまでは追い込めないよね。やっぱりあの上履きにしょんべんとか入れたりしたけど、愛嬌で済んだ時代ですよ、それは。あのごめんとか言ってさ、済んだ時代が、今はもっと陰湿だよね。だから、まあ、そういうことも含めてね、その倒幕用はこのことほどさようにね、この我々が人間に戻れる道なんですよ。お墓にちゃんとご住職をお招きして、あのお墓参りしてもらうこととか、そういうことを私たちがね、この自分がこのご本尊で幸せになるだけじゃなくて、その今の現代の既婚というのはその辺の角度の話よりも、その自分が幸せになるとかならないって話よりもね、お父さんお母さん、亡くなったおじいちゃんおばあちゃんに本当のこのエコーっていうか、本当に喜んでもらえるお経を唱えてもらおうよっていう話の方が、なんか妙にこうしっくり入るよね。そういうこの釈服の観点というのがあると思うんですね。だからそういう点でこの芸家のおっしゃるね、この仏の心を開く、お父さんお母さんが仏の心になってくれるんだからさ、おじいちゃんおばあちゃんが仏の心になってくれるなんて、こんな子孫としても喜ばしいし、親としてもどれほどか嬉しいと思うんです。で自分は何にもできないわけだからさ、亡くなっちゃった後は、だから子供たちだけが頼りなわけよ。
子供とか孫たちだけが頼り、やってくれないかな、賭博をしてくれないかなってずっと思ってるわけだからね。で、それがそれによって亡くなった方の投胎が成仏するのであるということですと、ね、投胎まさにこの自らが仏道修行できなくなっちゃった人がこの本当に成仏できるという道はここにあるんですと。でそれが死の成仏にして草木成仏なりということでありますから、これ五所ですね。死の成仏にして草木成仏なりと。だから死んだ方がどうして成仏するんだっていう一つの疑いがあったわけですよ、当時の考え方とすればね。生きてて仏道修行するんだったら成仏することはまあそれはわかる、でも死んじゃった人が成仏なんかどうやってできるのっていう意味ではそうではないと。法華経の悟りにおいては死の成仏生の成仏両方できるんだと。そしてそれは陶場はっきり陶場を立てそこに妙法蓮華経を書いていただいて開眼供養すればできるんだっていう。でこれが死の成仏にして草木成仏なりということでありますから、この草木成仏はそのまま陶場の成仏でもありますと。ここがまた深いんだよ。今度は死の成仏は何でできたかっつったら草木が成仏したからでしょ。いたっきりであった陶場がそれに五輪という形を刻んで妙法蓮華経を書いて開眼供養すればあの木が成仏するんだと。でそれは死の成仏であり、でこっから今度はお曼荼羅御本尊の成仏という木が出てくるんですよ。今度はただの木であり、あるいはただの紙であるものがちゃんと仏になれるんだっていう原理がここにもうすでに経過はこの仰せになり始めてるってことですね。もちろん大聖人様がもうその短い御所の中にその死の成仏にして草木成仏なりっていうこのお言葉の中に実は曼荼羅本尊の成仏ということが開眼ということがもうここに 解かれているんだと素直に読めば読めるわけ。ところがこの間の世田谷のああいう大バカ者はここをこの多聞がやってる風習を大聖人はここに書いてあるんだっていう。誰が聞いたって読めないよねこれ。普通に古文として読んでたってそんな解釈がないだろうっていうふうに今創価学会はねそこまでこの無理無理もう強引にそうやって読まざるを得ないほど自分たちにやってることが全く大聖人様が仰せになってることと正反対を向いてしまった。いいねあれは、いい一つの例えだなと思ったね。そういうことで、この草木成仏のここのところまででやはりですね、ここでちょっと段落が切れますので、終わらせていただきたいと思います。本当に、今日一日ご苦労様でございました。